エーディト・ショーデルグランエーディト・ショーデルグランはフィンランドのスウェーデン語詩人ロシア帝国の首都ペテルブルクで誕生する両親は共にスウェーデン系フィンランド人である生後間もなく一家はカレリアのライボーラに移るペテルブルクにあるドイツ学校に通うドイツ語で教育を受けゲーテやハイネを愛読したはじめドイツ語で試作したが後にスウェーデン語詩を発表する 早くに父は結核によって死去。ショーデルグランは16歳で結核に罹患したことから、闘病生活を生涯にわたって、余儀なくされた。結核療養のためスイスのサナトリウムに移る。イタリア語を学び、ダンテの新曲に没頭、時折、イタリアを旅した。1914年に、カレリアのライボーラに帰郷を果たす。1916年に、死集、リクターを発表した。 ショーデルグランは1917年5月頃から症状が悪化。同年のロシア革命のため一家は財産を消失した。この頃、ニーチェの著作と出会い感化。1918年に第2作目の詩集、セプテンバー理論を発表した。1923年31歳の時にライボラで結核によって死去。同地に埋葬された。詩集。 ランドット・ソニイカールは死後の1925年に刊行され反響を呼ぶ。現在では、ショーデル・グランはスウェーデン五支初期モダニズムの代表者の一人として認知されている。ありがとうございます。